死にゆくアレクサンドロス三世を片切った紀元前2世紀の共像の複製。アゼルバイジャイ国立美術館像アレクサンドロス三世の死では、大王の通称でも知られるマケドニア王アレクサンドロス三世の死に関する出来事や論争について述べる。バビロニア天文日誌によればアレクサンドロス三世は紀元前323年6月10日の日没から11日の 日没の間に死去した。この時、彼は32歳だった。ボツチは、バビロンのネブカドネザル2世の宮殿だった。マケドニア人や地元の人々は不法に接して、涙を流し、非征服者である旧ハカーマニシュ族民は頭を、剃った。最後のハカーマニシュアサオーダレイオス3世の母である、シシュガンビスは、アレクサンドロス3世の死を聞いてから職を立ち、 数日後に亡くなった。このアレクサンドロス3世の死について記録した一時資料はいくつか存在するものの歴史家によってその評価は様々であり、それゆえにこの死そのものについても多くの説が提唱されている。紀元前323年2月、アレクサンドロス3世は軍勢を率いてバビロンに向かった。アッリアノスによれば彼がティグリス川を越えたところに カルデア人が来て、ベール神から今、アレクサンドロス3世が、バビロンの町に入れば、命に関わる事態になるという警告を受けた、と伝えてきた。また、カルデア人たちは、西へと進軍を続けるアレクサンドロス3世に対し、没落の象徴である日の入りを見ているかのようだと、警告した。その代わりに、彼らは、バビロンの西側にある王の門から、 東向きにバビロンに入るよう進めた。アレクサンドロス三世はこれに従おうとしたが、その皇帝は沼ちがちで進軍に適さない地形だった。ヨナレンダリングによれば、おそらく三百二十三年五月、バビロニアの先制術師たちは、アレクサンドロス三世の代わりに、一般人をバビロニアの王座に座らせ、神の矛先をそらして、王の災難を防ごうとした。 しかし、ギリシア人たちは、この儀式の真意を理解することができなかった。カラノスは、ヒンドゥー教のバラモン像の一人だったとされる。彼は、アレクサンドロス3世の求めに応じ、パンジャーブからキトに着く彼の遠征軍に同行した。しかし、ペルシスの天候や旅の疲れから衰弱し、廃人として生きるよりも死のうと考え、昇進実殺した。 アレクサンドロス3世は思いとどまるよう説得したが、カラノスの強い意志を前にしておれ、プトレマイオスに仮想台を建設させてカラノスの要望を実現させてやった。これは、紀元前323年、スーサで起きた出来事だった。カラノスについては、アレクサンドロス3世の帝徳ネアルコスやミキリニの彼すらも記録している。彼の巣が焼け死んでいくのを、 周りの者たちは恐怖しながら眺めていたが、彼の巣自身は、たじろぐこともなかった。彼は、火葬台の上で焼け死ぬ前に、アレクサンドロス3世に、我らはバビロンで会うだろうという最後の言葉を残した。それゆえ、彼の巣は、アレクサンドロス3世がバビロンで死ぬことを予言していたのだとされている。彼の巣が死んだ時点で、アレクサンドロス3世のもとには、 バビロンへ行く計画すらなかった。その時には誰も彼の巣の遺言を理解できなかったが、アレクサンドロス3世が、バビロンで病に倒れ死去して、初めて、キリシア人たちはその真意に気づいたのだった。去っていく者たちに目を向けようとする、アレクサンドロス3世、アレクサンドロス3世に毒を盛る様子。15世紀の物語、アレクサンドルの戦いの歴史より、 アレクサンドロス3世の死因については、アルコールによる肝臓病、熱病、ストリキニーヌ中毒など様々な説が挙げられているが、それらを立証できるような資料は、わずかしかない。メリーランド大学医学部は1998年、アレクサンドロス3世がョーチフスによって死んだとする説を発表した。この病は、マラリアと共に、古代バビロンで一般的な疾病だった。 アレクサンドロス3世が死ぬ1週間前には、彼の乙寒、発汗、疲労、高熱といった症状があったと記録されている。これらは、腸チフスなどの伝染病の典型的な症状である。メリーランド大学メディカルセンターのデビッド・ W ・オルドックによれば、アレクサンドロス3世は、重い腹痛も患っており、それゆえ彼は、苦痛で泣き叫んだという。 ただこれは信頼性の低いアレクサンドロスロマンスの記述をもとにしている。アンドリュー・エヌ・ウィリアムズやロバート・アーノットはアレクサンドロス3世は最後の数日間には声を出すこともできなくなっていたと考えている。アレクサンドロス3世はキュロポリス包囲戦で首を負傷しており声が出なくなったのはその後遺症であるとしている。他にも アレクサンドロス3世の死因としては、マラリア説や毒殺説が有力である。また彼の病状から、非感染性の疾病を挙げる説も提唱されている。アンドリュー・チャッグは、アレクサンドロス3世が湿地を進んで、バビロンの水を用いた防衛体制を調べている間に、マラリアに感染し、2週間後に死亡したのだと主張している。チャッグの説は、 エペメリデスや詳細不明のエルトラエノディオドトゥスという人物の記録に基づいているが、これらの資料の確実性については疑義が呈されている。また、熱帯熱マラリア原虫が引き起こす急激な高熱の症状が見られないのもマラリア説の弱点となっている。それでもなお、マラリア説はポールカートリッジなどに支持されている。毒殺説も アレクサンドロス三世の死後長きにわたって有力であり続けている説である。容疑者としては彼の妻たち、将軍たち、イボ兄弟や尺取り係など多様な人物の名が上がっている。毒殺説はライバーデモルテテスタメントックアレクサンドリーによって特に脚光を浴びることになった。この文献は紀元前317年以降に ポリペルコン派がアンティパトロスの一族を貶めようという政治的な動機から書いたものである。ユニアノス・ユスティヌスは、著書イストリア・フィリピー・キリート・ティアス、ムンディ・オリジン・ヌイ・テラエ・セチズの中でさらにアンティパトロス毒殺説を発展させ、アンティパトロスが馬の蹄めでは運べないほどに強力な毒をアレクサンドロス三世に持ったのだと主張している。ポール・シード・ハーティは、 著書アレクサンドル・ザ・グレート・ザ・デス・オブ・エーゴットの中でアレクサンドロス三世がプトレマイオス一世にヒソで毒殺されたとする説を唱えている。しかし、ニュージーランド国立毒物センターの毒物学者、レオ・シェップ博士はヒソの可能性は低いとして代わりにシロ・ヘレボルスの通称で知られるバイケー,ソーで作ったワインが毒殺に用いられたと考えている。 この植物は古代ギリシアでも知られており、長期的な症状が出る毒を作ることができ、アレクサンドロス・ロマンスで説明されている病状の経過とも一致しているという。このアレクサンドロス三世が毒殺され、その毒物としてはバイケイソ層が有力であるという論文は、ド読付き医学誌、クリニカル特性コリジーに掲載された。古代ギリシアの歴史家ディオドロスは、アレクサンドロス3世が、 ワインの大阪きを飲んだ後に痛みに襲われたと述べており、これも倍ソーワイン説を後押ししている。シャーナアメューメ中のイスカンダルの葬式。アレクサンドロス三世の生涯と死をペルシア帝国全土の君主として衝述している。アレクサンドロスの死が疾患ではなく、彼の先天的な脊椎側、腕症と関係しているのではないかとする仮説もある。アレクサンドロス三世は、 首の気形や眼球の血管を抱えていたと考えられており、稀な障害であるクリッペルファイル症候群を抱えていた可能性が指摘されている。彼の身体的な障害や症状が最終的に彼の死をもたらしたと考える専門家もいる。例えば、アレクサンドロス3世が最後の数日間で病に倒れた時、硬膜外脊髄圧縮が進行し、 頸髄損傷を起こしたとする説がある。ただ、この症状は、アレクサンドロス3世の遺体すべてを分析できない、限り、立証不可能である。伝染病学者のジョン・マートチャールズ・カリッシャーは、ウエストナイル熱が、アレクサンドロス3世の死因である、可能性を提唱している。ロードアイランド大学の伝染病学者、トーマス・メーザーは、このウエストナイル熱説を、 実に説得力があると評価しつつも、この伝染病のウイルスで死亡するのは、高齢者が免疫系が弱い患者であることが多い、点を指摘している。ウィンスロップ大学病院のバーク・エイ・クーニアは、マートカリッシャーのウエストナイル熱説を批判している。また他にも、ウエストナイル熱は8世紀以前には人間への感染力を持たなかったはずだとする指摘もなされている。その他の疾病説では、 深酒によるアルコール摂取と過度に贅沢な食事による急性衰炎説、感染性心内膜炎説、ビルハルツ重血吸中による重血吸中小説、ポルフィリン小説などが提唱されている。オーストリアの歴史家、フリッツ・シャッハーマイヤーは、白血病とマラリアの両方の可能性を指摘している。症状診断補助のためのウェブプログラムであるギデオンが、 アレクサンドロス3世の症状から、鑑別診断リストを生成したところ、インフルエンザの可能性が最も高いという結果が出た。しかしクーニアによれば、インフルエンザも、マラリアや重血吸中症、毒物などと同様に、アレクサンドロス3世の症状との間に矛盾点が生じるゆう。イスカンダルの葬式。棺に、モンオリの木の布がかけられ、 彼のターバンが端に乗せられている。ニザーミーの番では、イスカンダルはバビロンの近くで病に倒れ、死んだことになっている。彼は毒を盛られたと信じられたため、何によっても彼を生き返らせることはできなかった、と述べられている。ある古代の文献によれば、アレクサンドロス3世の遺体を運ぶのにふさわしい、筆技者を設計して制作し、 バビロンの外へ遺体を運び出すのに2年を要したという。この2年もの時間の間にどうやって遺体が保存されていったのか詳しいことは分かっていない。ウォーリス・バッジは1889年に蜂蜜の王家が用いられたとする説を提唱した。一方で古代のプルタルコスはエジプト式の防腐処理が施されたのだと伝えている。アレクサンドロス3世の死後、 6月16日に、エジプト人とカルデア人の防腐処理人が到着し、一体をまるで生きているかのような外見に処理したという。これについては、死の直前に麻痺を起こすチ,ョーチフスの症状であると解釈する説もある。バビロンを出た、アレクサンドロス3世の感謝は、彼の故郷マケドニアに向かっていたが、途中のシリアで、アレクサンドロス3世の将軍の一人、 プトレマイオス一世によって止められた。プトレマイオス一世は、紀元前322年後半もしくは、紀元前321年前半に、遺体をエジプトへ送り、メンフィスで埋葬した。その後、紀元前4世紀後半から、紀元前3世紀前半の間に、遺体は、メンフィスからアレクサンドリアに改装された。パウサニアスは、これが、 紀元前280年のプトレマイオス2世による施策だったとしている。さらにその後、プトレマイオス4世は、アレクサンドロス3世の遺体をアレクサンドリアの共同霊廟に安置した。最後のプトレマイオス朝の君主クレオパトラ7世が死去して間もなく、アウグストゥスがこの霊廟を訪れた。アウグストゥスは墓に花を捧げ、王の頭に黄金のダイアデムを被せたと言われている。 4世紀までに、アレクサンドリアにおける、アレクサンドロス3世の遺体の所在がわからなくなった。後世の著述家であるイブン・アブドゥル・ハカムやマス・ウディー、レオ・アフリカノスなどは、自分が、アレクサンドロス3世の墓を目にしたと主張している。レオ・アフリカノスは1491年に、ジョージ・サンディスは1611年に、それぞれアレクサンドリアで墓を見たと記録している。 ある伝説によれば、アレクサンドロスの遺体は、初期キリスト教会の下の地下聖堂に眠っているのだと言う。ありがとうございます。